お元気ですか？僕趣味です。今回はですね、シンプルに野菜炒め丼でございますが、今回は豆板醤と甜麺醤を使った、中華風のね野菜炒め丼でございます。今前だったらね、本だしとか、めんつゆを使った和風だしの野菜炒め丼だったんですけど、今回中華風で作って、今後はね洋風のもね、ちょっと検討していきたいと思います。で、卵スープでございます。ネギを入れた、オートドックスな、卵スープでございます。で、お酒は焼酎のサイダー割りでございます。で、告知はあります。またね、ちょっと面白いねカップラーメンを見つけて購入しました。無事にね、告知をね上げておきますので、よかったら見に来てください。コンビニティの方ですね。で、私もね仕事納めとなりました。で、皆様ね1年間お仕事お疲れ様でした。で、まだねお仕事なさってる方もねいらっしゃると思いますけどね、ね無理せずね頑張ってほしいなと思っております。ね、まあ私はねとにかく本当にね、皆様にね励ましながらね、チャンネルをねやって1月で3周年となります。しばらくねちょっとライブの方はね、かなりね、できないんですけどね、その分ね、カップラーメンとか、近々実現カップ焼きそばもね、やっていこうかなと思っておりますのでね、よかったら見に来てください。よろしくお願いします。またね、昨日もお伝えした通り、プロ野球カードの方も、2回か3回ね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ね、明日は大晦日でございますけどね、ね、とちこちそばね、食べる方もいらっしゃいます。で、私はちなみにですね、昼なんですけどね、年越しうどんをね出していこうかと思っております。まあちょっと動画ではね、まあ出せたら出しますけどね、無理だったらツイッターかな、まあ検討しております。はい。で、皆様もね、まあね、31日なんまあねありますけどね、今後ともね僕の趣味チャンネルね、をよろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。